ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで今回も新しく住人さんが来てくれたので QR コードを読み取っていきたいと思います。はい、 QR コードを読み取る。はい、ケイスケさん。クール系、第一印象クール、特徴控えめ、注意深い、しぶとい、論理的、口調が淡々としている、じっくり型、気持ちを顔に出さないタイプ、物事をじっくり考えるのが得意、堅苦しいのがたまに傷。なんか今回あれやね、クール系の住人さん多くない？3期入ってくる人たちね、なんか前まで和み系が多いなって思ったけど、ちょっと系統変わってきた感じやね。はい、それじゃあマンション見てこう。え、なんかハートマークいっぱいあった。え、なんかめっちゃハートマークいっぱいあるんやけど。 1,2,3,4,4 人ハートマーク。ちょっと待って、先にケイスケさんに挨拶しとくね。どうもどうも、ケイスケです。堅苦しい男だとよく言われます。真面目だということだ。全然大丈夫。人に注目されると緊張して何も喋れません。まあね、なんか人前に出て発表とかああいうのって緊張するよね、学校とか。はい、クロワッサンでもどうぞ。どうすか。まあまあ美味しかったようです。よかったよかった。そしてちょ、新しい部屋と、あ、服もプレゼントしようか。どんな感じ。あ、ジャケットと T シャツ。はい、どうぞ。いい感じ。結構気に入ったようです。よかったよかった。さあ、そして新しいお部屋を。どういう感じのお部屋がいいかな。リアル、ベルサイユ、ふすま、ファー、ふすま、ふすまで。はい。全然和服じゃないんやけどね。新しいインテリアもありがとうございます。とてもいい部屋で気に入りました。お、マジで気に入ってくれた。部屋も見ていきますか。いいよね、畳って。うわ、すげえな。めっちゃ金持ちって感じ。え、やばいね。楽しいですね。かっこいい。でも落ち着かなさそうな気がする、実際に住むってなったら。はい、大事にしてくださいまし。お、レベルアップ。ほい、それじゃあ道具、道具で、ゴルフクラブ。はい、どうぞ。道具、ゴルフクラブをプレゼントしました。さあ、それじゃあちょっとハートマークを、大量のハートマークを見ていこうじゃないか。まずここ誰？ケンくん。あ、子供？また？ケンくんとかも結構子供できてない？なんでもないです。なんでもなくない、なんでもなくない。今回は男の子かな、女の子かな。想像したりします。いいと思うよ。ですよね。いつまでもりんちゃんとラブラブなのね。実用品、風邪薬をもらいました。ありがとう。パソコンを使いこなしている自分って、ちょっとかっこいいと思います。私、機械音痴やけんね。そういうの羨ましいわ。はい、コーンスープでもどうぞ。どうすか。まあまあ美味しかった。私、コーンスープ苦手なんよね、結構。クラムチャウダーとかなら好きなんやけど。お、ご機嫌ご機嫌。もうすぐ子供が生まれるんやもんね。はい、そしてチャーリーさん、マジで？チャーリーさんとこもまた子供？ここもだいぶ、だいぶ子供いますけど。切ない。私と秋の間に子供がいたら、と想像したりします。いいと思います。みんな旅立っていったからね。ですよね。こんな子になるかな。実用品、スライドパズルをもらいました。ありがとう。テントもなかなか張れない旅人がいたんで手伝ってあげました。お、優しい。チャーリーさん、すごいそういうの得意そうな感じするもんね、なんとなくなんとなくはい、どうぞ。でも好物、お子様ランチ、ショートケーキ、オムライスって、めっちゃなんか子供みたいなものが好きなんやね。ほ
俺大好物もピザやし。苦手なもの、超苦手なものは福まぶちゃん生ガキ。やっぱりちょっと、お年寄り風というか大人っぽいものは好きじゃないんか。はい、そして、あ、わかめちゃん。え、わかめちゃんは、わかめちゃんは、切ない。誰ですか、相手。実は、ゼロのことが好きです。いやー、あの、ゼロさん、とりあえず、行きますか。とりあえず、行きますか、かわいく。告白する場所は、どこがいいでしょうか。じゃあ、音楽堂で。その前に、着替えた方がいいですかね。ああ、帽子はいらんかな、とりあえず。浴衣やし。はい、これで行こう。あ、ちょっと待って。他なんか、ファーのカチューシャ。まあ、これで行こうか。こんな感じで、いってらっしゃい。一応ね、ちょっと見た目は可愛く。え、相手来る、ちゃんと。ゼロさん。その日、結局、あの日、つらーい。つらーい。え、つらーい。せっかくおめかししたのに。そうか。来ることもなかったか。まあ今この島ほとんど既婚者だからね。残念な結果に終わりました。振られちゃいました。ああ、リベンジもなし。とりあえずほら、そんなに落ち込まないで、ビーフシチューを食べれば、もうめちゃくちゃ復活するはずだから。ビーフシチュー。え、どこ行った？あれ？ん？ない？あれ？ないね。こっちか？こっちの、なくなっとるところに、ビーフ、あったー。はい、これを、渡しましょう、わかめちゃん。ありがとうございます。ありがとうございました。はい。めっちゃ美味しそう、ビーフシチュー。はい、これをどうぞ。あー、ごめんねー、ごめんねー。まさかのごめん、泣きながら拾わせてしまった。これででも、大復活するはずだから。ビーフシチューで忘れられる恋。いいと思うよ。いいと思うよ。はい、これで復活。うまーい。一気に落ち込みもなくなる。超大好物だったようです。はい、来たー。はい、これで完璧に治ったね。すっかり立ち直りました。お礼にこれもあげます。なんでしょう。実用品に扇風機をもらいました。ありがとう。でっかい夢も持ちましょう。ま、自信はないんですけど。大丈夫よ、それに向かっていく姿勢が大事なんよ、きっと。あれ、ハート増えた？増えたよね、一人。ゆずらさん入ります。家の方におったんかな、もしかして。切ない。子供ですか。あれ、ゆずらさんとまなりさんの子供は初めてじゃない？え、多分そうよね。初めてよね、ここ。え、めっちゃいいやん、嬉しいやん。いいと思う。ですよね。で、アイナとアクハナさんにはいつ子供ができ、あ、そっか。でも、二人できたんやったっけ。一人、あゆいちくんがこの間まで住んどって、もう一人は旅立ったよね。もうそろそろまたできてくれてもいいと思うよ。またできてくれても、なんか家族でおるとことか見たいし。はい、本でもどうぞ。道具、本をプレゼントしました。お礼にこれもあげます。ほいほい。実用品、オルゴールをもらいました。ありがとう。のんびり暮らしたいです。のんびりまったり。家族でね。
はい、韓国冷麺でもどうぞ。いただきます。ほいほい。どうすか。まあまあ美味しかったようです。よかったよかった。そして、最後は誰だ？はい、ここは、あ、ミネットさん！え？誰？え、誰相手。ちょっとだけ、そっとしておいてください。ちょ、聞かせて。実は、アズ SAKU のことが好きです。アズちゃん。告白したいのですが。アズちゃん結婚したよね。一応手伝うけども。どんな感じで告白したらいいですか？確か、つい最近。ロマンチックに。よし。告白する場所は、どこがいいでしょうか？じゃあ、教室。その前に、着替えた方がいいですかね。絶対着替えた方がいいと思う。とりあえず、その、お面を外して、で、服装を、普通の服装にする。ジャケットと T シャツ？これでどうだ？それでは、勇気を出して告白してきます。いってらっしゃい。めっちゃ久々にまともになったような気がする。あ、来た。あさちゃんちょうどあれやね。学校にあったような、通学帽をかぶっている。あなたが私に恋を教えてくれたように、私もあなたに愛を教えましょう。ふわー。臭いセリフだけれど。ごめんなさい。つら。つら。この告白でつら、振られるのつら。まあしょうがないよね。残念な結果に終わりました。そんなこともあるよ。振られちゃいました。あ、リベンジはなしと。ほんと？大好物とか別に何も出てないよね。グレープフルーツでも、どうぞ。いただきます。ほいほい。どうすか？すごく美味しかったようです。よかったよかった。はい、それじゃあ。もうなんか何もやる気がなくなってしまっとる。はい、それじゃあ友達マーク。ゆうとさん、誰と喧嘩をしているの？誰と喧嘩をしているの？怖いんですけど。あ、どうも。どうも。はるちゃんとお喧嘩しました。はるちゃん。ものすごく腹が立ちます。そんなに何で喧嘩したの？仲直りして。僕は悪くないので、絶対謝りません。恐ろしいよ。今はどうしようもなさそうで、そっとしておきましょう。怖い、燃えてる。はるちゃんと大喧嘩しました。ものすごく大喧嘩の理由は教えてくれんのよね。なんか普通の喧嘩ならあれなんやけど。僕は悪くないので、絶対謝りません。まあ落ち着けよ。とりあえずお腹空いとるやろ。オムライスでも。どうぞ。いただきます。はいはい。どう？すごく美味しかった。よかったよかった。それはよかったよ。お、レベルアップ。はい、それじゃあ服で、違う、女物になった。服で、重ね着カットソー。はい、どうぞ。服、重ね着カットソーをプレゼントしました。いつもありがとうございます。似合ってる似合ってる。本当に感謝してる、それ。怖い、なんか。お宝、金貨をもらいました。ありがとう。恐ろしいね。また誰かが仲裁に入ってくれることを祈ろう。祈ろう。さあ、それじゃあみんなに募金を募ります。さあ、バシバシ入れてってくださいまし。もうね、人数も少なくなったけど、みんなには相変わらず募金を。今日は 25,610 円集まりました。ありがとう。はい、そして、しりとり大会めっちゃ久々じゃない？お宝しりとり？お。お。なんかの鍵。ぎ。銀のブレスレット。おー。
と。トーテムポール。ルって難しくない？ルビー？ルビーのペンダント。またトーテムポール。トーテムポール。同じの話にしよう。それも永遠に。それ2回目だよ。あ、よねよね。2回目ダメよね。じゃなかったらもうここ永遠に続くことになる気がする。はい、それじゃあ、お、久々の夜市や。お客さん、運試ししてみない？買います。いらっしゃい。毎度あり。福袋。はい、一つ目の中身は？お宝、ファミコンが入っていました。いいね、いいね。当たりやん。二つ目の中身は？服、大きいリボンのワンピースが入っていました。やった、ニュー。新しい色や。三つ目の中身は？食べ物、ミルフィーユが入っていました。私的には結構満足な感じかな。よかったよかった。はい、それじゃあ、ミニュース見てこう。6時になりました。ミニュースをお伝えします。お願いします。信じられない事件です。連続転倒事件。昨日正午過ぎ、道で通行人が次々と転倒するという昔に事件がありました。これは震えてるの？なんか私には、震えとるんや、恐怖で。笑いをこらえよるようにしか。被害者の足はこんなに連続して、ね、なんか、バナナの顔をポイって置いて、それを、ちょっと離れたところで見よるゆうやさんが笑いをこらえながら見よるっていう、超性格の悪いやつ。つまり、この島は平和ってことですね。まあね、平和だね。はい、平和を平和だね。まだまだお伝えしました。ありがとう。さあ、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さ、今んところ、ま、男女比がね、男女比がまた合うように、調節しながら新住人さんを入れていくので、また新しい人誰が来るかね、楽しみにしていこう。